皆さん、お疲れ様です。 夕方のひと時を楽しくするちょっと緩めの情報番組プッシュアップイブニング水曜日私柿本みなみがお届けします、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか9月に入りましたけれどもまあ暑い日が続いていますね、えー、私はですね最近なんですけれどもまあ親知らずが出てきてしまいましてま前からね少しちょっと頭は見えていたんですけれどもまあ最近さらにどうやら成長しているようでなんか歯茎の肉を押していてなんかちょっと痛いんです。 噛むと。それでまあ普通の人だと永久歯は上下合わせてまあ28本なければならないらしいのですがまあ私の場合は下の前歯がまず1本全く生えてこなくて足りていないのとさらに上の奥歯がですね矮小歯というまあ普通の方の歯に比べて異常に小さいまあこう未熟な歯なのでまあけそうですね稼働している歯がまあ26本しかない なない状態なんで,す、ね、でまあこうよく親知、まあ、らず虫歯になりやすいから気をつけた方がいいよっていうことは聞くんですけれどもこの私が持っているこの賄臭歯というのも、まあ、かなり爆弾的な歯でして、まあ、すごくこう磨きづらいところにある上に、まあ、ちょっと奥にね入ってしまっているので。 まあ非常にに、ね、虫歯になりやすいそして虫歯になったら取るのがとても大変だっていうふうに歯医者さんにいつも言われているのでなんかこう爆弾をね2つも抱えてて私歯医者さんが大嫌いなのでちょっとビクビクしている日々を過ごしていますそれでねいろいろ歯のことを調べたら、まあ、歯医者さん全国にすごくたくさんありますよねでなんと今コンビニの1.6倍の数が全国に あるそうですまあなかなかねこう自分にとって相性のいい歯医者さんを選ぶのも大変なんですけれども私も知人にね紹介していただいた歯医者さんまあとても相性が良かったので良かったなというふうには思うんですけどもやっぱりね知り合いの方の口コミが一番だなというふうに思いますまあとりあえずじゃあ、えー、今日のスカイツリーのお天気をいってみたいと思います、えー、さて今日のスカイツリーのお天気は晴れ気温は33度ですそして明日の予報はですね 晴れ時々曇り最高気温は今日と同じ33度となっていますまあ夜だいぶちょっと風が出てきたので皆さんまあちょっと前よりはねあの寝やすい環境になったのではないかなと思うんですけれどもそれでも起きるとやっぱり汗か,かいてるので十分ね熱中症対策続けてほしいと思います CM 明けは、えー、ニュースお伝えしていきます